&北星学園の皆さんでした。続いてのチームご紹介いたしましょう。続いてのチームは猿ヶ住の皆さんです。食べて眠って働いて、そしたら毎日生きていける。あーなんか足りないな、そうだ踊ればいいじゃない。猿のように叫び